お疲れ様です。源健太郎です、今日もいただいた質問のお話をしたいと思います、今回の質問はこちらです、ライブアイドル現場には、よく行くのですが、同じ日に大きな箱のイベントが被っていることが多くあります。すみません、それだけニーズがありアイドルが多いので仕方がないことですが、イベンターさん同士が同じ日にライブが被らないように工夫してもいいんじゃないかなと思います。界隈が違う時もありますが、少ないオタクを取り合ってるような気がします、という質問です。まあね、まあライブだけじゃなくて、アイドルだけじゃなくて、世の中のまあね、こういうまあショービジネスというほど、まあ僕がいるような末端のところはだからそこまでの規模じゃないかもしれないけど、まあやっぱりこうエンターテインメント世界、まあね、そらあの被りますよ。そら映画だって日本中でもう何本公開されてんだって話だし、じゃあ芝居だ、音楽だ、ね、スポーツだ、山ほどされてて、街の中にはね、ハンバーガー屋さん、喫茶店、もう山ほど同じものが溢れてるのがまあ常ですからね。まあアイドルのライブだけね、それだけそれで生活してる人、商売してる人がいれば、別に相手のことなんか気にせず、やっぱそういうこと戦い合うというかさ、まあ共存していかなきゃいけないっていう世界だから、でそれでまあね、お客さん来ずに、まあ儲からなかった人はまあ消えていくしかないしっていうようなまあことだとは思うので、ね、まあ難しいですけどね。ただ最後に書いてあった、やっぱ、ね、少ないオタクを取り合ってるような気がしますと、いうのはまあ僕もこう間違いないだろうなとは思うんですけど、まあでもなんかそのね、ライブアイドルってものがこう三角形で言うとさ、もうどんどんこう底が肥大化してるみたいなね、ような、まあ、状態なのかなとは思うんですけどね。だからまあそのイベントが増えたのも多分一つの要因なんですよね。多分出れる場所、出れるね、イベント、だからライブハウスも、ね、変な10年前とか十数年前はアイドルのイベントなんかやったことなかった、まあ、古いライブハウスもやっぱアイドルのイベントをここ10年でガンガンやるようになってるし、でそんだけライブハウスがなんかね、どうやらバンドよりはそれはアイドルの方が商売になるとかお金になるとか、まあ、そういろんなことがあるのかもしれないですけど、そうなったことでじゃあ出るアイドルが必要だと、っていう中、そうやってアイドルをやっていますみたいな、自分でやっていますとか、アイドル運営自分でやっていますみたいな人たちがまあみるみる増えて、でそのライブハウスや、ね、そのライブハウスを借りて、まあ、いろいろやる人が増えた中にそれがバーッとハマっていって、でまあ、それが飽和状態に、それがまあ永遠にそれが拡大していく世界だったらいいんでしょうけど、ね、基本的にはね、そう小さなライブハウスでライブナイトルってのはよくやられてるんで、だからそれがどんどんライブハウスが増えていくわけでもないし、まあ、そのペースに合わせてアイドルやる子が増えていくほどのまあスピード感でもないし、ね、なんかだから今はまあ割と頭打ちというかね、なんかなってるような感じがしますよね。だからまあ本当僕なんかなんとなくその楽しみ方とかこう商売の仕方とかそういったものも、新しい価値観がそろそろ出てこなきゃとか、そろそろそういうのを、まあ、やっぱりまあ僕だけじゃなくて多分こういう世界にいる人たちみんなが思い始めてるんですよね。やばいぞと、このままだと誰も儲かんないぞと、ね、だからそもそもが趣味でやるもんだっていう世界にね、このライバルの世界が、まあ、なるべきなんじゃないかとか、これが仕事として生かすべきなのかとか、その辺がだからね、本当に、なんとも言えないところですよね。だからまあね、イベンター同士当然土日にガンガンライブやるし、まあそのビッグイベント被るし、で僕らが言ったような小さなイベントだって被るし、ね、秋葉原だけで多分、ね、10本とか多分ライブ週末のために余裕で行われてると思うし、で他の街、渋谷、新宿、池袋、その他23区内入れたらもう、ね、もう何十本っていう多分アイドルライブが何十個っていう会場で多分されてるじゃないですか、こういわゆる地下のそういうライブアイドルだけでも、でちょっと上のランクのね、
ライバルアイドルの中の、まあ、中堅とかトップクラスの人たちのイベントだって5万とあるし、でメジャーのイベントだってあるし、うん、だからまあね、そうやって、うん、そういうもんなんですよ、うん、だからまあ、飲食店でいうとそういう、ね、全国展開してるようなチェーン店とかそういうね大企業がやってるチェーン店がどこの町にもあるけど、うん、かといって個人経営の飲食店ね、個人経営の別に 高級なまた、ね、高級なレストランじゃなくてもそういう、ね、ただ小さな町のお蕎麦屋さんだったりラーメン屋さんだったり定食屋さんだって一応仕事として成り立って生きてるわけじゃないですか、うん、どんなに大企業のお店があったり有名なフレンチのシェフがレストランやってようが生きてるわけで、うん、だからライブアイドルはそういう商売を僕たちみたいな末端の方は目指さなきゃいけないのかなと、うんね、別に世界的に全国的に展開しなくて有名じゃなくても仕事として成立しててそれで食ってますみたいな、うん、ところはやっぱ目指していかなきゃいけないと思うから、だからまあ、うん、だから共存していくというよりは、うん、なんかある程度やっぱそういうね、うん、そういうことに挑む事務所とか、うんまあ、アイドルの人たちがこう出てきて、まあ、何組かがやっぱそれが成功して、だそれがこうだからライブアイドルなんだっていう感じに未来がなったらいいなと、ねまあ、近い未来に本当そうなったらいいなという気もするんですよね、うん、そうだからまあ、うん、イベントをかぶらないようにするのは、まあ、不可能ですよね。みんなライバルだし、そんな調整するぐらいだからもう相手潰れてほしいと、ちょっと減ってくれたらそれは多分いいんでしょうけどね、うん、だからこれは難しいな。だから僕なんかもだからなんて言うんでしょう、うん、自分のスタイルとして、うん、なんとなくこう他を真似ないようにしなきゃとか、うん、なんか似てるものが増えていくってなんかあんまり良くないなとかと思うし、まあ、自分はそうじゃないタイプだなと思ってこうやってるタイプだから、うん、そのあたりはね、うん、意識しながら、まあ、この世界なんとかね自分たちのなんかスタイルっていうものでこう、まあ、評価されたり価値を見出してもらえるように、まあ、なれたらいいなというふうに思います。まあ、なんか簡単なようでちょっとすごい話すとなるとちょっと難しいお話でしたが、いい質問というか、うん、まあ面白い角度の質問だなと思いました。というわけで、こんな感じで、Twitter の DM とか YouTube の動画のコメント欄で、何か書いていただければ僕なりにちょっと考えて喋ってみる感じで YouTube の投稿してるんで、もしよかったら誰でも気軽に、ご質問ください。では、今日はここまでです。お疲れ様でした。